某テレビ番組での控え室。この日グッドメンは収録を控えていた。すんごいプレイしてる人みたいになっちゃうよ。みんなテレビでやることになると思わんかったな。本当やっていいのこれ。いやこれ本当に恥ずかしい。 100% 見えてる。こう反射して見えますか。いや絶対面白いと思うけど、でも載せれんのやない放送に。不安を抱きながら着々と本番の時間は近づいてくる。しょうがないじゃん、だって後ろを。そうなんですけど、えめっちゃおもろいっすよ。あら、絶対隠し撮りすんなよ。バレたバレた。絶対隠し撮りしようって言ったでしょ、今。チンチンめっちゃ触りましたけど。あ、でもなんか芸能人のオーラありますね。えこの中で見るとやっぱ。そう、はい、本当ですか、うん、俺らが、はい、そんな、ま俺はもうスターだぞ。スタードラフト会議 の, あの出てくださいの電話を、スタードラフト会議だと俺はもうスターだ。その後俺電話口で出たい出たいってでもそれ世代が交代してたからもうさ、まあそうちゃうなって思ったな。なるほど、ありがとうございます。もう真面目に練習しろって。マジでマジで。もう始まってるよ。あれ。真面目に練習しろって。あ、いいじゃんそこ。絶対やめて。あ、見たいってよみんな。グッズこれ今あの出さないそれ。そうですか。これ今流行ってるんですよ。これせやん、ちょっとグループして。これ後ろ何書いてある。ラブ、なんかラブとかなんかもうカニみたいやんそれ。うわー、俺もうアレルギーやねん。カニアレルギーやねん俺。かゆい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 。食べるな食べるな食べる食べるな。うわ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 、かゆくなるかゆくなる。アレルギーは、うん、そこそこ目な。カニ目退治してやる。カニ目